ウォルターの桶の穴。打算的っていうのはとにかく俺はもう自分が好きになって入って、はい、で最初の頃は自分の技術にあまりあるポジションを与えられて苦しんでもしてたわけですよ。なるほどなるほど。ちょっと俺の能力でこのポジションはしんどくないかっていうか、あの無理がないか、ちょっと足引っ張っちゃってる可能性まであるみたいな時もあったんだけど、なんかそういうのを踏まえてトータルオンがあるから、あのそれを返すためには先輩たちがいなくなっても大丈夫な状態を作るしかないって思ってて、はい、でじゃ あのそれこそマドックがいない時はっていうことが舞台の外にも波及してて、うん、なんかこう盛り上げるっていうか、うん、最強を歌ってた時期があるんですよ。自分でそう言ってたね。そうそうそう、一時期、うん、そうだ、俺が一番強くてかっこいいみたいな言ってた。そうだ、それ要は打算的にやってたってことだ。そう、だからこれを自分の一個キャラクターにしようって思ってる時期があって。なるほどね。それもやめちゃったんだけど。え、そうだね、いつの間にかやってないね。そうそう、でもある意味マドックもそうやって自分で言ってた。あ、本当ですか。で要はさ、うん、あの俺がこう何ナンバーワンプレイヤーってさ、あ、そうですね、あの看板俳優ですみたいな。そうそうそう、まあ同じようなことを言ってるじゃん、うんうん、あ、なるほどね。なんかこれをあれがある意味キャラなんだね、うん、もうマドックの時代は終わってるよって俺がっていうことによって、それはなんかマドックにとって変われるではなくて、うん、マドックの存在により絶対的になるし、なるほど、絶対的になるのにいなくても成立するようになる。なるほどなるほど。それさ、なんかどっからこうインスピレーションを受けてるとかあるの？その今聞いた感じは、うん、アニメとか漫画っぽいんだよね、その構成の仕方が、うん、要は良きライバルというか、はい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 、途中から出てくるなんか敵キャラとか、うん、だけど主人公は立つじゃ結局そいつがいることによってそいつの強さが分かり、うん、めっちゃ強いやつ出てきたのにあまた対抗して強くなるみたいな。俺さっきその端っこにいる話の時に、はい、人を知るのが好きっていう話したじゃないですか、うん、俺もうほんとこれ子供の頃からなんだけど、何かのドキュメンタリーが大好きなの。あーあー、なるほど、はいはい、創作物ではないんだ。メイキング、ドキュメンタリー、はい、対談、インタビュー、その大好きなの、そういうのが。真実を知るとこが面白いんだ。そう、人を知ることが好きだから、うん、ドキュメンタリーとかを見てるうちに、はい、その人が作るコンテンツの、生まれ、誕生からこれが上っていく、うん、上っていったものがこう一個のこう折れ目を迎える、うん、それが この後また登っていくのか停滞なのか降りつくのか分かんないけど、例えば何 AKB48 とか、例えばね、うん、めちゃめちゃこう初期メンバーで盛り上がって、はい、で新しい子たちが生まれて、この子たちの世間からの見られ方、うん、そこに対する先輩のアプローチ、うん、でこれが、この中にバンって誰かが登ってくる瞬間の盛り上がりとか、この子が入ったこのグループの在り方とか、うん、っていうものとかを、まあ、例えばアイドルグループなんか分かりやすい例だけど、うん、他にも何だろう、商品売れてる何か本当物質の商品を作ってる人たちとかでも、うん、結構同じ歴史がずっと起こってる。確かに。ですよ。そうかもしれない。そう。でそれはこう燃え上がってた熱を失わないように真似していくっていう作業がいい場合と、うん、その この熱を外にさっさと逃がしてあげた方がいい場合とっていうのがそれぞれあって、うんうん、なんかそういうのを意識してるっていうか、ね、そこに多分自分 あのルーツがあるんだろうな。なるほどね。まあ、そういうのも好きだったこともあり、うん、こう自然とやってる部分もあるってことね、うん、自分の中では自然とその、まあ、演出じゃないけど、そうですね、ある意味そうやって作ってる部分もあるもんね。なんかそのオートマでやってるっていうよりはどうしたらいいんだろうって考えて、うんうん、一個のプランに決めるっていう感じではあるんですよ。ああ、なるほど、うん、そうなんだ。そこまで考えてやってるんだね。でもトライアンドエラーでしたね、 TLBT に関しては。まあもちろん、ね、不遜な態度を取り続けてるべきだと思ってやってた時期もあって、うん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 、そのかと思えばもうとにかく減り下り続けるというか、うん、
どっちかというとそっちの方が自分の性格には合ってるから、うんうんうん、そう振る舞っていたこともあったし、うんうん、あとは誰のそばにいるかとか、はあはあ、それはキャラクターとして、ノエルとして、そう、結局人狼 TLPT が、うん、しか出演がなかった時期も俺はあるから、うんうんうん、そうするともう8割9割の人が、うん、日常の長い作品のこともノエルとして見る。なるほど。じゃない？そうかそうか。ってするとじゃあ休みの日に遊びに行くってなっても、うん、それを世に発信するべき人と、あーなるほどね、そうじゃない人ってのが、はいはい、生まれてくる、うん、もうそれはその人のことをどれぐらい好きかとかとは全く関係のない話で、うんうん、なんか俺とこの人が仲いいっていうことが周知されると、うん、なんか TLPT にいい効果をもたらすなっていうのとか、そこまで、この人はこの人とセットで TLPT では見られてるから、うん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 、俺はすごいこの人と実は仲いいんだけど、うん、この人と一緒に遊びに行った時は、うん、それを世に渡さないみたいな。なるほど。あー、ブランディングをもう普段からしてるってことね。やってた時期がありました。なるほど、うん、それがまあ打算的な面、うんうん、まあそれ以上に、うん、やっぱ長くいるとこの人好きだなって思う人が何人も生まれてくるから、うん、その人のためにできることをしようってアドリブの舞台だから、うん、思うとやっぱいいステージが生まれやすかったです、うん、なるほどね、なるほどね、まあ自分とかじゃなくてやっぱり人とやるお芝居でもあるから、うん、なるほどね。え、何の話してたっけ TLPT で、ね、うん、自分がこううまくいき始めた。最初参加したきっかけからこの。そう、参加したきっかけ。そうだよね。あ、すごいな。そこまで考えてやってるのかね。あ、そうそう。それで、それはまあある意味はね、今言ってくれたことは、うん、お芝居的なアプローチだとは思う。あ、そうですね、うん。うん。でもゲームが強くなったこともあるじゃないですか。確かに。きっと。うん。どっかのタイミングで。うん。それなんか自覚とか。ね、読む人がっていうか、見てくれてる人が、うん、いつからノエルを強いと思ってたのかは。うん。わかんないんですけど、うん、俺的に人狼ゲームってなんだろうっていうことがようやくわかったなって思ったのが、うん、アルティメット人狼7、はい、7ですわ、うん、新宿フェイズでやったやつだったんですけど、うん、なんかそれってどれぐらい、もうとっくに100戦なんか超えてた時期で、うん、俺人狼ゲーム分かったって思った瞬間があったの。そのゲームは、うん、勝ったんだけど俺は人狼で、はい、普通に疑われて真ん中ぐらいで普通に処刑されたの。おだったんだけど、なんかその時にそのゲームがどうやったらスムーズに勝てたかがなんかスッってひらめいて、おー、自分が処刑されるかされないか置いておいて、うん、じゃあ例えば自分はこうやって言っとけばよかったなとか、こうやってやっていけばよかったなっていうのが見えたってこと？自分視点ではなくて、自分視点なんだけど、でもなんか人狼ゲームの振り返り方が分かったっていうか、なるほど、これちょっと説明が難しいんだけど、そうだね、あのね、でもこれは本当に俺の中で悟りだったんですよ。はいはいはい。あのゲームを終わってそのゲームを振り返ってる間に、うん、あれってこれ全てのゲームに共通して使えるメソッドだなみたいなものがなんかできたのか、生まれたの。へえ。そこから、うん、なんか人狼ゲームのやり方に一個安心感が生まれたっていうか。へえ。そう、面白いね、うん、しかも人に説明しづらいんだね。そう、これね、例えば、うん、3回人間を殺せば人狼はファーブレイで勝てるみたいなあるじゃないですか。あるね、セオリーというか、まあ、まあ当然のことなんだけど、うん、それはその事実として理解してるでしょ、うん、なんだけど、なんかそれがもっと深いところで分かったっていうか。そうなんだ。確かにそれも分かんないね、その説明されてもきっと、うん、なんかいかにゲーム始まった瞬間から、うん、そのプランを追いかけながら戦えるかみたいな話、うん、はい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 、
なんかそれ100勝てる方法ってことかな。勝ちに近い方法であって、だからさ、この目的があるじゃん、3回人間を処刑するという目的、うんうん、そうなのね。でゲーム展開によってさ、こう、うん、こう自分の現在地がこうなってるわけじゃん、うんうん、だけど目指すのはここなんだよっていう、うん、このステップを間にどこ挟もうが、ステップ1踏んだ、うん、ステップ2踏んだ、うん、ステップ3踏んでここっていう、うん、っていうコースを見据えながら人狼ゲームをやるっていうことが分かった。今まではその自分が投票されない、うん、あそもそもね、うん、そうだね、自分が疑うか信じてもらう、はい、変なこと言わない、うん、っていうことの方が大事だったんだけど、うん、もっとベースとして持っておくべき目的、うんうん、まあ今はさ他のキャストも人狼ゲーム強くなったし、人狼ゲームの圧倒的な、なんていうの、方法論が増えてきたから、うん、あんまりなんか今更そんなことって思うかもしれないけど、うん、その殺すべき3人、うん、あ、なるほど、を初日から意識するっていうか、あ、へえ、なるほど。え、それは能力持ってる持ってない関係なく、関係ある、ある、うん、例えば予言とか言ってきたら、うん、そいつを殺さなきゃなんかこいつに入るかもしれないってこと、能力者が出揃った瞬間に、うん、どの順番で、あーなるほど、うん、誰を夜に襲って、誰を昼に行って、夜を襲う2人にこうっていうのを、うん、そうそうそう、なんとなく意識して戦ってるんだ。うん、最初意識、なんとなく意識してるとか決めてる、決めてるの、うん、え、それはそれ通りに行くの、行かない時もあります。そうだよね、うん、行かない時の方がまあ多いですよね、うん、あ、そうなんだ、やっぱ本物って強いし、そうね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 、だからそれをしたら負けるってことか、行かなくても、うん、もうあのカーナビみたいに道間違えても、うん、すぐ次の道を出せるようになったのはこの辺かなって感じですね、うん、なるほどね、あー、そうやって考えてるんだね、へえ、うん、それだいぶ深いとこだな。でもこう一朝一夕ではやっぱり理解できないというか、経験もあるというか、うん、経験から生まれるこのなんかルート作りみたいなところ結構大きいかもね、うん、まあ、具体的なあの戦略の話をすると、うん、絶対の戦略ってのはないからないね、だからその自分の中での 100% 自分の気持ちと同じことを言おうとするとぼんやりとしたことしか言えないんですけど、うん、ちょっとそれをそらして具体例を出すとすると、うん、初日に絶対ただの人間を殺す、うん、で2日目3日目4日目の間に本物の霊媒師を殺す、うん、本物の霊媒師を殺した後に人狼が1回逃げ切る、うん、で人狼の勝ちなんですよ。そうだね、うんうん、だこのステップを例えばもう踏む、僕的にはこれが結構一番楽な勝ち方って感じなんですけど、じゃあただの人間を殺すための1人目の過ごし方、うんうん、能力者が3人出たら初日からそこに行きがちになっちゃうから、なっちゃう、ね、能力者が3人出ないように初日を過ごすみたいな、例えばね、うん、ああなるほどなるほど。で2日目以降、うん、なるべく霊媒師に水を向ける、うんうん、霊媒師に水が向かない時っていうのはどういう時かっていうと、うん、預言者が外に人狼を見つけた時とか、そうだね、じゃないですか、うん、だからそうならないようにするっていうか、うん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 、預言者を襲うタイミングとか、うん、なんかそういうのを意識して、うん、その明日どうなるではなく、うん、最終到達地点を意識して全ての行動を決める、うん、なるほど、そうか、なるほどね。そうするとまあ楽というか、考え方としては一個楽だよね。そうですね、うん、どんなアプローチでもいいから、うん、そのあれを踏めばいいからね、段階を、うん、なるほどね。あ、それを意識できたのはそのタイミングなんだ。だから絶対この人間は最後まで残しておけば、うん、処刑できるから、うん、先に殺させない、そんなことも考えてる、うん、へえ、能
婚約者じゃない人の中から誰かを殺そうってなった時に、うん、この人には絶対行かせない。もう最後この人はもう最後に取っておかないと、あのこの人がいなくなったら次自分になっちゃうから。なるほどね。うん、取っとく、はいはいはい、とか、はいはいはい、はもうゴールがゴールまでの残りに踏まなきゃいけないステップの数を理解して、誰と誰と誰って決めてないと生きづらいから、うん、そうだね、うん、だから そういう部分まで考えが回るようになったのはその辺の時期から。なるほど。それはさ、仲間は関係ない。仲間が人類が誰であるとかあんまり関係ない。仲間の人は関係なくて、うん、動きは関係あります。ああなるほどね、うん、まあまあ普通に例えば3仕様で、うん、レバイが2出たら、うん、まあそれはもうさっき言ったプランにはなんないしね、そもそも、ね、そうですね、うん、うん、なるほどね。あでも基本的にあらゆる場面に共通するポイントとしては、初日はただの人間を殺したい。そうだね、それが一番早いというか楽だよね、うん、やっぱり、うん、このここで1個ステップ踏めるのはかなりでかいから、うんうんうん、初日能力者に向けて投票するっていう流れにはできればしたくない。なるほど。という今言ってる、まあ、理論っていうかさ、うん、まあ、さ結構人狼側の理論じゃん、はい、それは、人狼振り返るっていうのは能力が身についたみたいなこと言ってたけど、うん、それ人間側にも共通することは、うん、あ能力者そうですね。でも人狼の時に考えてることが人間の時に考えることになるから、ってことね、うん、俺が人狼の時に考えてることを考えて動いてそのやつが人狼って思ってます。ああなるほどなるほどね、うん、まあ、つまりさっき言ったノイルがやってそうな行動を取ってるやつが人狼だろうと思って見ている。ああ、まあそれはそうだよね。その流れを踏みたいんだから、うん、人狼はどう考えても。それはだから例えば思考がすごい言ってようが言ってまないまいっていうか、うん、言ってなかろうがその鉄を踏んでるんだから結局。そうですそうです。だからそういうやつが人狼なんだ。うん、なるほどね。そういうようなんだ。たまにさ。あの新能力者めっちゃ疑われてて、うん、そのノエルしかいない時あるじゃん、そっち側の応援者が、うん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 、それはなんかどういう思考とか。僕これ本当かよって思われるかもしれないんですけど、はい、あの挙動を見るという能力が著しく欠けてまして、言ってたよね、ねうん、本当にできないんですよ。だから挙動というのはその人の雰囲気とかね、うん、なんとなく本物っぽいみたいな、本物っぽい、なんか表情や声の出し方、うんうんうん、なんか持ってる雰囲気が、うん、これは人狼じゃないみたいなね、嘘つきに見えないみたいなことを思ったことなくて、うん、はい、行動がそれらしいかどうかでしか見れないんですよ、発言と行動っていうのは。結果としてそう見た結果が、うん、本物じゃんっていうのがもう理論的にってことだよね。そうです、うん、言った提案、うん、行った投票、うん、疑っている先、うん、とかが、本物足りえるかどうか、うん、あとはその人を疑っている人たち、はいはいはい、とかそういう状況でしか能力者やその人単体が人狼らしいかどうかという判断ができないんですよ、うんうんうん、だからそれを重視して挙動を重視して人を見ているタイプの人とは、うんうん、意見が食い違うことがめちゃめちゃ多くてってことね、うん、でそうなってる時はそういうことが多いってことだ。そうです。一人しかノエルがいなくて、うん、でもこっちが本物っぽいになってる時は、うん、結構そういう人が多いんだ。そうだし、うん、1人しかいない、自分しか信じてない人、人狼なわけなくないって基本的に思ってます。そうだね、だって仲間がいるからね、うんうんうん、だからそう基本的にこれちょっと別の話にもなっちゃうんですけど、うん、人狼ゲームにおいて曖昧な状態でいることがその能力がない人間としてフェアじゃないと思ってるんですよ。なるほど。例えば中間にいるとかね。そう、今はどっちか分かんないから180度意見、2秒後に180度意見変える可能性あるけど、うん、今はウォルターが本物だと思ってるっていうのは、うん、もうつどつど出していく方がいい。つどつど出していく結果、ウォルター信じてるのはノエルしかいなかったらもうよりウォルターが本物でしょになるっていうか、うん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 、でじゃあウォルターを偽物にして得する人狼がいるのかなとか、うん、仲間なのに例えばね、うん、で今度それを考える、うんうんうん、けどそれもいなそうだ、うん、
ていうことの繰り返しです。なるほどね、うん、そういう理論を積み重ねていってるわけだ。基本的に自分が人間だから、うん、自分しか信じてなかったらそいつが人狼じゃない、うん、っていう理論ではあります、ね、なるほどね、うん、結構見受けられるよね、そういう場合。そうです、めちゃめちゃ多い。でもなぜかそれはめちゃめちゃ多い。多いよね。うん、孤立しちゃうんですよね。でも合ってんだよね。そういう時もね。逆、まあ、間違ってる時もあるんですけど。あ、もちろんね、うん、それはね。で、そういう間違えてる時は、うん、人狼側が結果的に上手かったってことでしょ。まあ端的に。そう。うん。本物の足り得る行動とか積み重ねをしてきたやつらってことだよね。うん、そうですね、うん。まあでも結局、僕一人が偽物を信じてたとって、うん、多数派は、うん、あの逆側だから、人狼が生き残るためには多数派に紛れた方が良かったみたいなことなんでしょう。そうだね。うん、ああ、なるほどね。いや、面白いですね。そっかそっか、うん。あれはすごいなと思うんだよな、確かに。だからその多数派に行きたい心理になっちゃう人も多いんだろうなって思うんですよ。ああ、はいはいはい。俺はその心理は全くないから。うん、常に、なんだろう、自分のその現在地を公表していくことが大事だと思ってて、自分が間違っててもその方が正解に行きやすいし、あとはなんだろう、自分一人で自分の目線を説明しづらい時ってあるじゃないですか、能力者だったとして誰も自分を信じない、もうゼロ人こうやって喋ってる、うん、なんかまあ見た目も良くないし、うん、そもそも信じてない人たちってあんま聞く気になってないそうだそうだ、まずね、うん、そしたら 51% で信じてる自分が 100% の力でその人の味方をする方が、その人たち多数派になんとなく言う人たちの意見を引き出せる、うんうん、なるほどなるほど。俺が 100% でオルタの見方をしたら、向こう岸にいる人たちが 100% で逆の意見を言ってきて、うん、それが納得いって俺も向こう行っちゃう可能性もあるし、うん、それがいや俺が言ってる意見の方が強いなこれ、うん、って思える時もあるし、うんうんうん、やっぱ自分が正解を出すためにやってるって感じですね。なるほどね。あー、なるほど。それは結構納得できるというか、うん、しっくりくる。まあ、しかもそうした方が例えば TLPT 的にはきっと見栄えもいいだろうし、うん、そうですね、演出的みの議論にならない、うん、なるほど、ね、面白くなるもんね、うん、なるほどね、すごいな。やっぱ考えてんね、いろいろね。まあそうですね考えざるを得ないですね、うん、まあそうね、うん、まあそれがある意味こう何上がってきた理由でもあるかもしれないね。うん、まあちょっと極端なんですよね、考え方が。怖がりだからすごく、うん、あ、そうなの、自分が、うん、なんか人狼ゲームって勝ち負け、勝負事が基本的にすごく嫌いなので、勝ち負けがあるものや、うん、人がだんだんいなくなっていくみたいな構造も含めて、うん、基本的にはあんまり手放しで楽しめないゲームだなって思っているんですよ、人狼ゲームに対して、うんうんうん、それが普通のゲーム、ただの人狼ゲームだったら気にならない、舞台だから気になってるのかもわかんないですけど、うんうん、なんかその自分が参加したステージで、うん、わだかまりを残して終わる人が現れることへの恐怖がずっとあるんです。なるほど、それは自分以外の人ってそうね、自分がもうボコボコに負けたっていうのは別にいいんだけど、なんかなんかちょっと未練の残るステージ、うん、ありえるもんね、しょんぼり、うん、人が自分が関わった場所で誕生することへの恐怖がもう7年間ずっとある、うん、なるほど。まあそれはルーキーとかも問わずだよね、うん、そうです、絶対いるもんね、うん、だからその本人がどれだけ、うん、全力を尽くせているかとか、まあ、もっと深いところまで行くと、うん、このステージを経てその人がどんな気持ちになるか、うん、みたいなことへの意識がすごいずっとあるんですよ。それは常にあるんだ、その頭の潜在意識というか。
なんかそう潜在意識というか、もうそれが8割以上って感じですね。あの本番中でもそんなこと考えてないでしょ、さすがに。本番中考えてます。考えてる、うん、おー本番中も、うん、例えばルーキーを見てる目線とかも、うん、あもうちょっとこっちがいいのになとか、活躍できるのになとか、わだかまり残んないかなとか考えてる。考えますね。へえ、うん、すげえ、そんなことまで考えてんだ。うん、ルーキーに関してはその悔しさみたいなものが、うん、あのドラマになることも多い。あ、そうだね。そう、そのドキュメンタリー的な意味で、うん、から、結果としてそういう気持ちにさせられることは少なかったりもするんですけど、うん、なんかあの誰かがへこんだりすることとかに対して、うんうん、謎の恐怖心がありまして。そうだね、謎だね、それ謎なんですけど、うん、ああそうなんだ。人狼ゲームに限らずそうなんだけど、はいはいはい、だからそういう人が生まれないようにしたいと思ってはいい、うん、まあ、何か実行できたかって言われたらそれはなんか自信を持って答えられることは少ないけれども、うん、だからその舞台全体のバランスを取るように動くとかもそういう性格ありきなんだろうな。そうだね、そうだね、うん、それがあるからこそ、まあ、それこそ他人の演出をしてあげるタイミングとかも多いのかもしれないね、うんうん、あまあその方がノエルがよく見える場面もあるしね。まあそうですね、うん、それはもちろんギブアンドテイクというか、うん、ウィンウィンな関係だったりするけど。なるほどね、そうやって考えてやってるんだ。そうやって思ったことないな、あんまり。まあそうだよ、それが、まあ、普通はそうだと思うんだけど。それはもういつ頃とか最初からなんだ。最初からそうなんだろうと、うん、ある一定の時に気づいた。自分を顧みて。そう、へえ。なんかいろいろ考えた時に、あ、俺は怖がってんだなっていうことが分かったっていう感じ。確かに。なんかそれは確かに、自分の恵まれた部分なのかもしれないっていう感覚はありますね。僕カーテンコールのゲームの振り返りめっちゃ得意なんですよ。この動画は広告収入などは取っていなく、すべてスーパーチャットでのギャランティーとなっています。皆さんのご協力をお願いいたします。今から5分間時間を設けます。面白いと思ったらぜひぜひぜひよろしくお願いします。5分は長いからやっぱり2分にするね。まもなく締め切りのお時間です。皆さん忘れないですか？大丈夫ですか？面白いと思ったらぜひチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。そして皆さん拡散もぜひぜひお願いしますね。ではまた見てください。またねー。